見たかった CSM のこの箱が。どうもレオンチャンネルです。遅いよ CSM オールドドライバー。なんかみんな26日ぐらいには到着しましたよとか言ってコメント欄に書いてありましたけど、28日の今日やっと今到着したから開けよう。コンプリートセットを買いましたから、今回の CSM アイテムが全部入ってるやつで、そしてこの薄紙を剥がすとドドン、いやー例えばそしてなんか横メダルじゃん。普段ここの内箱のデザインってもうちょっとシンプルめなものが多いんですが、全部メダルだ。映画関連からテレビ関連から栄光の7人ライダー関連からスーパーに、あと心臓系ね、鴻上会長が映画で開発してたメダルの、今回は商品化プラスそれのサウンドも新コンボサウンドも入ってるんですよね。はい、開けるよ。てかさ、箱おっきいし、タトバのこれ、あ、しかも見てこれ、割れたコアメダルをこう掴もうとしてるやつ。アンク、アンク、裏側はどうなってんの？あ、裏側アンクいる。船瀬さんがエモいオーズドライバーを目指してましたけど、まさにエモさ全開。で、開けると、おぉ、鴻上ファウンデーションの研究資料だ。タジャドル、もういちいち叫ばないといけないやつじゃん。ちょっと、先に、この研究資料を見ていい？この中には、あー、会長が、あの、ホワイトボードに貼ってた、紙の、ああ、あ、そっか、ポセイドンとかの、これ、か、なんか、心臓系の解説も、購入した人は楽しみにしててねって書いてありましたが、これとかさ、劇中に出てきたやつよ。すごい、オーズドライバーの紙でしょ？本当に、鴻上ファウンデーションがちゃんと研究したみたいな、そういう体になってますね。で、一個っていうか、これか、タカカンガルーバッタとか、これだ、タカパンダバッタ、タカヤドカリバッタとか、予約時には公開されてなかった資料も入ってますね。で、さらにポセイドンで、アクアはいないか。アクアは別にオーズドライバーっていうか、ポセイドンドライバーとか使いませんもんね。あ、仮面ライダーコアまでいる。ちなみにデラックス版はこのサイズ感ね、これくらい。これくらいのやつが、スキャナーもね、指4本ギリギリ入るぐらいのやつだったんですが、それが劇中サイズに変わるということは、で、さらに説明書が、あーなんかもう、で、あ、じゃあ、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 違う、これ違うわ。なんでメダルホルダー入ってるのと思ってると、メダルホルダーは後日発送ですから、これはただのパーツの箱、あ、違う、これにメダルが入ってるっぽい。どれから見る？とりあえず、オースキャナーから見よっか。オースキャナー。わー、なんか金色がさ、全然違うのよ。この、マッキンキンから、劇中イメージのちょっと上品な、おちょっと余裕ある。あ、でもそんな変わんないかな？あ、いやでもそんな変わんないか。サイズどう？大きくなってるわけではないか。気のせいか。基本はでもデラックス版と、サイズ同じだ。てことはてこ、あ、でもここ違うね。肝心のオーズドライバー本体はこれか。オーズドライバー取り出すと、あ、もうすでに色が増えてる。はい、あー、お、あ、ん？デラックス版とサイズそんな変わんない？この辺とかは色増えてるけど、比べるとちょっとメタル一旦外そうかな。こっちがデラックス版ですが、あ、でもメタリック塗装とか超綺麗になってるし、こういう分割線とかも全然目立たなく変わっておりますが、サイズ感自体はデラックス版ベースだ。大きさ変わってませんね。でも何この高級感 CSM 版。感触は？わー！ここ！おー！この感触、あ、全然違う！こっちもガチガチって気持ちいいんですけど、こう、ぬるっかちって感じ。あー、大人版だわ、これは。これが前のコアメダルで。お、あ、セットした後めちゃロック硬い。あー、これ前まではガチャってなった瞬間にメダルがちょっと浮いちゃったりとか、そういうことはあったけど、今回はそういうことなさそうっすね。すげー。でも基本は、
デラックス版をかなりブラッシュアップしたようなイメージですね。ベルト部分とかは大きく変わって、いつもの CSM って感じ。軟質で、メタリックの表面で、後ろはベルトになってて、アタッチメントパーツがついてて、ポセイドンのパーツですよ。これでポセイドンドライバーが再現できると。仮面ライダーアクアは全然ベルトの形が違いますから、さすがに今回ね、入ってきませんでしたが、すげえまんまじゃん。ここに、あのコアメダルを3枚セットすることができるんですよ。で、しかも、その、ポセイドンのコアメダルを使って、オーズの新コンボに変身もできるんですよね。で、あ、すごいね。ここのベース部分も専用のものがつくんだ。このポセイドンのバックルもこれまでの、過去のコアメダルを問題なくはめることもできますね。なるほど、なるほど。取り出し方は、引っ張れば簡単に取れるんだ。メダルネストもメタリックで綺麗になってますね。うん、感触いい。こういうところの色分けまでめっちゃ細かいっすね。さらにこのすんごい重いんだけど、メダルホルダーの柄が入ってるケースに、要はメダルが全部収納されてるってことですよね。重っ重っ。そして、うわ、すごいな。取り出すと、あー、タカコアが早速一番上に入ってますし、それプラス、あ、すごい、全然違う、全然違う。デラックス版のメダルと全然違う、全然違う、うわ、全然違う。あ、でさ、ちょっとこれ財団 X の新しいやつ、この間の映画に出た。それももう入ってるし、イマジンね、電王から抜き取ったやつ。ショッカーにはショッカーだの、魂のやつとか、栄光の7人系の3人のやつとか、ブラカワニがありつつ、心臓メダル関連ね。これが完全に新しい CSM。この3つは違うけど、この上2つの列と、この3つの列は、完全心臓メダルですね。CSM 用の。設定はね、映画のメガマックスでフォーゼのやつで登場してましたね。すげえ重っ。タカコアの割れてるやつの、本物サイズ。やばくない？はい、取り出すと、すげえ、ここの断面とか、あ、でもちゃんと合わせると、ちょっとかけながらも、ちゃんとぴったり位置合う形になってて、さらに、ひび割れバージョンなんかも入ってますから、細か。いや、でも割れてるやついいな。てか、なんか IC チップ、中のチップが、あれ？今回透けてなくない？あ、すごいすごいすごい。なんかコアメダルの作りめっちゃ変わってる。サイズ自体はこれまでと変わりませんが、絵柄がよりわかりやすく浮き出てて、なんかこの絵柄の下に1枚シートが入ってるのかな？クリアパーツもめっちゃ明るい。あ、すごいね。中のメカ的な部分全然見えない。ただサイズ自体は全く同じだ。でも金塗装とか超綺麗だな。ってことはこれあれじゃん。もう完全に過去に発売したデラックス玩具と全部対応してるってことだよね。っていうか他のやつもちょっと見ていい？これ開封だけだからね。レビューはまた次の動画でやるから。だいぶ見せちゃってますが、もうさ、本レビューでこういうことやっちゃうとさ、何分からレビューするんだよみたいな感じになっちゃうから。あーでも全然やっぱ違う。めっちゃいい。プトティラのやつとかもパープルカラーすごい綺麗になってて、三つのコアメダルの色分けとかもよりくっきりはっきりしてますね。逆に、ブラカワニとか色の統一感出てるかな？将軍様からもらったやつ。で、スーパータトバなんかも金色が目立ってるし、栄光の7人ライダーの3プラス4で映画状態完全再現ですね。サイズ的にデラックス版と変わんないってことは、CSM 版のホルダーを到着待たずして、ここに、あ、全然大丈夫よ。はめることもできますね。なので、極論 CSM のやつ買い忘れたとか言っても、過去のデラックス版のやつ対応してるから大丈夫。え、そうなんだ。気持ちこの辺サイズ変わってくるかなと思ったけど、全然 OK で、で、もちろんメダジャリバーとかでも、あ、いける。
セット可能だし、タジャスピナーとかも台の部分に置くことができますよね。当たり前だけどサイズバッチリだね。で、ここで回してスキャンすることもできますね。当時のデラックスアイテムまだ手元に残ってる人はめっちゃ CSM 版と遊べますよ。ちょっとだけ音声聞こっかな。おお、電源オンで、ああ、音も、あ、光り方か。あ、ここのパーツが全然違うからか。音もなんか乱暴に大きくないな。で、ボタンがそう増えてて。変身。おお、エイジ。いけますって。ちょっとのお金と明日のパンツさえあれば。エイジ。あいつ、ただのバカだ。アンク。いや、今はこの手しかない。わ、すげえ。ちゃんとあの手の時の声だね。で、ここ何だったっけ。あ、BGM ね。要はこ、ちょっと待って、やばいやばい、てて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 、やば、いや、やっぱ BGM 入ってると興奮するのは流せないんだけど。で、ここでモードチェンジしてなんか音が変わるやつだ。このメダルを使え、エイジ。あ、アンクモードかな。エイジ、このコンボでいけ。すげえ。エイジ、このメダルを使え。すごい。カマキリ、バッタだ。め、で、あ、掴む。掴んだサウンド。で、これで自分で入れればいいんだ。うわ、やば、アンクそこにいるじゃん。そこにアンクいるじゃん。みたいな。エイジ、次はこいつでいけ。ライオン、カマキリ、タコだ。オッケー。やば、これすごくない？ちゃんとメダル掴む音入ってんのよ。エイジ、で、スキャンすればいいの。このメダルを使え。タカ、クジャク、チーターだ。おお。で、ちょっとスキャン音もさ、っていうかタジャドルとかもうはめちゃおうかな。何やってん。あ、さっさと変身しろ。怒られちゃった。怒られちゃったよ。あ、この感触めっちゃいい。ガチャってずらして、はい、変身完了。何勝手に別のメダル使ってんだ、ふざけんな。あ、すいません。怒られちゃった、アンクに。やりとりやば。あ、そういうこともできるわけね。なんかエイジとアンクの掛け合いみたいなのにこだわってますみたいなこと書いてありましたが、こういうことか。めっちゃアンク絡んでくるじゃん。すごくない？これこそ CSM。 そろそろとどめを刺せ。あ、です、必殺技。あ、ちゃんとメダルが崩れる音鳴ったし、で、アンクに褒められたし、これは今日のアイスよこせとか、そういうことを言ってくれるってことっすよね。ちょっと、機能がかなり、まあ、機能というか遊び方は、基本これまでと変わってないと思うんですけど、あ、でも、ボタンが追加されたことで、連動音声遊びとか大きく変わってるのか。まあ、とりあえずちょっとその辺確認しながら、収録音声も半端ないようですから、セリフ編と、オーズドライバー遊び編とかにちょっと分けて、動画見やすくしてアップしたいと思います。とりあえず、ちょっと触った印象としては、デラックス版でも100点に近い出来だったんですけど、それが CSM になってよりブラッシュアップされて350点ぐらいに超上がったって感じですね。まさにオーズドライバーの完成形というか完全版って感じなのかな。そんなわけで開封からめっちゃ遊んじゃいましたが、次は本レビューをアップしたいと思います。以上、レオンチャンネルの CSM オーズドライバーの開封動画でした。